ハビエル・フェセル・ペレス・デ・ペティントは、スペイン・マドリード出身の映画監督。2008年のカミーノと2018年の誰もが愛しいチャンピオンで、五夜賞作品賞を2度受賞している。1964年にマドリードに生まれ、マドリード・コンプルテンス大学でコミュニケーション学の学位を取得した。スーパーートルフィルムで映画制作を開始し、1986年には、 映像制作会社のリネアフィルムズを設立した。1992年4月には、プロデューサーのルイス・マンソと共に、映画制作会社のペリクラス・ペンデルトンを設立した。1998年の初長編作品、ミラクル・ペティントはファンタジー作品であり、小野賞で脚色賞にノミネートされた。2003年のモルタデロとフィレモンはコミックを 実写映画化したコメディであり、工業的に大きな成功を収めた。2007年の短編作品、ビンタ・ワイ・ラ・グラン・アイデアはアカデミー賞、短編映画賞にノミネートされた。2008年の長編第3作、カミーノは論争も巻き起こしたが、五夜賞で作品賞、監督賞、脚本賞など6部門を受賞した。2018年には、 知的障害者のバスケットボールチームをテーマとするコメディドラマ誰もが愛しいチャンピオンを監督した。この作品は五夜賞で作品賞など3部門を受賞しアカデミー外国語映画賞スペイン代表作品に選ばれた。兄のギジェルム・ヘゼルはジャーナリストである。ありがとうございます。